とうございました。イオンキッド初めて見ました。おはよう、皆さんこんにちは、3分です。新年の今2回目の撮影なんですけど、ちょっと今年僕が初めて行く定食屋さんは、はい、今日定食屋さん行くつもりです。まあ、前に1回くらい行った店なんですけど、なぜまた行くのか。チェーン店じゃなくて定食屋さんとかによく行く理由って、仲良くなりたくて、あと縁とかを続きたいので、でちょっと撮影とか1回で終わったら、それはもう本当に縁を続きたいっていう、そういう話は嘘ですよね。なのでちょっと今お店にまた向けています。あの中華料理屋さん皆さんここ来てください。これから行ってみたいと思います。こんにちは。今やってますか。今日も日本の美味しいご飯をいただきに来ました。今日野菜炒めとラーメンお願いしてもいいですか。あ、はい、ありがとうございます。実はこれ新年になってプレゼントたんですけど、韓国ロビー。カバネのペパッと名前なんだっけ、地下にソウル市場ができたって言って来たんですけど、これから行ってみたいと思います。新年になって、去年ちょっとありがたいっていう話があって、すいません、ありがとうございます。はい、ご丁寧にすいません。いやいやいや、お土産でいただいたんだよ。この飯大好き。ありがとうございます。じゃあ今日も皆さんのおかげでいただきます。中華屋さんのラーメン、これ最高やな。皆さんこの日びっくりびっくりびっくりです。僕が何かを食べるとき、ご飯なしで食べたいです。多分初めてだったかも。また2巻の違いなんですけど、こういう野菜炒め食べるとき韓国は絶対にライスと一緒に食べます。日本は普通にライスなしでも食べれるんですよね。あと美しい綺麗な日本の中華屋さんのラーメンのスープ、こういう味が本当に大好き。あとラーメンに入ってるこのチャーシューとかも本当に大好きです。この時正直さっき言った通り、こういう野菜炒めとかはご飯と一緒に食べなきゃいけないので、ちょっと悩んだんですけど、これが日本の文化だったら日本の文化もちょっと学ばなきゃと思って食べなかったです。もう日本に来てたくさん太っているんですけど、こういう野菜とかをたくさんたくさん食べながら太っていることなので、まあ別にいいんじゃないかなと思っているんですけど、韓国に行く前にちょっとダイエットしなきゃ。あと2週間です。こうやってテレビ見ながら食べました。今年はだから卵は高いんです。あ、卵高いですか。1億だから1000倍以上、1000万か、それ以上は死んでいた。こんな風にテレビ見ながら、おいしいご飯食べながら、楽しい時間でした。やっぱりこの芋14時に行ってたので、の目の前でお兄さんお姉さんたちもご飯食べながら、ご主人さん一緒にご飯食べながらテレビを見ました。この店も3回来たんですけど、もう3回来るたびにいつも14時に来て、もう店のご主人さんたちもご飯食べる時間なので、お多分14時がご飯食べる時間なのかなと思ってるんですけど、こうやって一緒にご飯食べながらテレビ見ながらいろんな話を知ったんですけど、本当にお家でご飯を食べる気分で言えばいいか、本当にこのお店来るたびに本当に幸せだしありがたいです。この店が2023年最初に来た定食屋さんなんですけど、一緒にご飯食べながらテレビを見ながら喋りながら、今年の最初はこんな風に美味しいご飯食べて撮影したかったので、この店に来ました。いつも来るたびにありがたいです。テレビで飽きたの、これ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 あ、これ怖いけど面白い
飽きたですか？韓国って海苔と例なんだ。はい、韓国海苔と日本海苔ちょっと少し違うので、だってあれ昔からあるもんね。ああ、はい、そうです。今度食事するとき召し上がってください。たくさんマークいただきました。焼肉屋さん行くとね、焼肉屋さん、はい、なんかこれでね、さっきのもう一個はキムチ味なんですけど、日本来て初めて見ました、キムチ味。キムチ味。分かったの、こんなんで行かなかったっていうのか。ああ、正月行けなかったです。で、よかったっていうのは、歴史になったら大変だよ。うん、帰省すればいいのに、そうしないです。年末年始とか行かれたんですか？なんか、年末年始とか。ああ。次に、先に行っただけ。田舎もなくなったし。昔は田舎があったから、はい、お盆とか仕事はあったけどね、もう田舎はないのがね。ごちそうさまでした。なんか去年一番美味しかった店だったので、今年最初に来ました。ずっと韓国の方行ってたの？あ、いや、まだ2年も行ってないです。うん、日本が楽しみので、これからも。ごちそうさまでした。じゃあ皆さん、今日も皆さんのおかげでごちそうさまでした。この店来たら話かけようと努力をしなくなっちゃうんですよね。なんか自然にちょっと話したり、自然に食べたり。なので今日動画皆さんにどうだったのかちょっと、心配なんですけど、もしこの近くに住んでいる方々がいたら、私見て来ましたよって話してください。ちょっと来て、美味しい焼肉炒めとか召し上がってください。じゃあそれでは今日の動画はここまでしてみたいと思います。ほっこりするな、あ、ほっこり、あ、なんか癒されるな。ありがとうございました。じゃあねー。